10月12日から13日、インマヌエル中目黒キリスト教会にて、日本聖火協力会30周年記念大会が開催されました。日本聖火協力会は、聖霊によって清くされる恵み、聖火を、より深く、高く、広く求めていくために設立された団体です。日本の全国に聖火の恵みを伝えていこうということで始まったものなんですが、それが今日本各地にそれぞれ交友会ができまして、30周年を記念する大会として今回このインマヌエル中目黒教会で行われています。その先に全国に聖火の恵みを伝えていこうという、もう決起集会的な意味も一つあるかと思います。12日には2回の聖会と愛参会、パネルディスカッション、13日にはメインスピーカーのジョン・オズワルト氏による2回のセミナーが行われました。セミナーの中でオズワルト氏はイザヤ書におけるホーリネスと題し、神の品性、すなわち清さについて話しました。イザヤ書には裁きと希望が繰り返し記されています。私たちは罪深い存在ですが、聖霊が私たちのうちに注がれるとき、罪は滅びると語りました。So Isaiah says, the servant of God cannot remain living in sin. ですから、イザヤはこう言っているわけであります。神のしもべは罪の中にとどまり続けることはできないということ。神のしもべとして与えられている働きを全うしていきましょう、と最後に祈りを捧げました。教派を超えて270名ぐらいかな、お集まりいただいたんですけれども、どの方もやっぱり求めるものは主でたった一つですので、そういうところでお話そのものもすごく良かったし、だからクリスチャンというのは日々創造されていくっていう、その創造っていう意味をもう一回今日教えていただきました。私には愛がないんですけど、神様から愛をいただいて、神様に満たされて、神様の愛に満たされて進んでいきたいなと思いました。日本聖火協力会発足から30年、日本各地に交友会が設立され、聖火の恵みが広がっています。一人一人が聖霊の力によってキリストの姿に似せられ、日本全国がますますリバイバルされていくことでしょう。